4号艇天野明夫選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあシリーズここまでオール3連単の動きとなっていますが、船足はどのような仕上がりでしょうか。船足は、まあ、普通なんですけどちょっと良くはないと思ってます。あ、そうなんですね。乗り心地に関してはいかがですか。そこが良くないですね。あ、そうですか。まあ、では明日の作業としてはやはりそのあたりを求めてという。ペラ叩くとレース帰ってくるとだいぶ開いてるんで、ちょっと、まあ、明日もう一回ペラに焼き入れて叩き直してみます。はい、明日は4号艇で戦う優勝戦となりましたが、まあ、どうでしょう、どのような一幕をイメージしていきたいですか。まあ、みんなが動かなければ4コースだし、まあ、あの展開次第で回ります。はい、今節スタートの見え方はいかがでしょうか。まあ、大体勘通りなんですけど、ちょっと今日は早かったです。あ、準優勝戦コンマ11だったんです。これは全速、全速がちょっと覚えてないですね。はい、はい、分かりました。それでは最後にファンの方に向けて意気込みを一言お願いします。優勝します。応援お願いします。